にちは、川根芳彦です。今回は10代で成功するのの中の先に苦労して後で楽しむべしというテーマで話していきたいと思います。やはりこれは損して得取れとか、先に目先の利益よりも後の快楽ですね。先の目の前のことよりももっと先のことを考えた今を生きるということなんですよ。ですので、やはり僕が今まで出会ってきた成功者もそうですし、僕の実体験からもそうですけれども、先に苦労すると、先に苦労した方がやはり後からものすごく楽なんですよね。というか、苦労の量ってあまりみんな同じなんじゃないかと思います。苦労する量がもし同じならば、先に苦労するか後に苦労するかになりますよね。そうだと、あなたはどちらを選びますかね。先に苦労するんだったら、やはり後で楽した方がいいですか、ね、どっちにしろ苦労するんだったら、やはり僕は早めに苦労して後からのんびり楽しく楽になった方が僕はいいと思うんです。やはり多くの成功者もそういう考えなんですよね、実際に。だから先に苦労すると、自分が最も追求したいものを厳しくても頑張る、努力する、そう言って努力したことによってベースができるんで、そのベースが出来上がったら、あとはもう応用なんですよね。その上に積み上げるだけなんで、後からすごく楽になってきます。そのベースは人によって違いますけれども、大きく分けると、大体3つに分かれますよね。脳を鍛えることが1つ目。で、2つ目が、心、マインド面を鍛えるっていうこと。そして3つ目が体ですね。身体、肉体を鍛えるということ。この3つをやはりベースとして今のうちから鍛えていけば、かなり後から楽になると思います。脳の回転を良くするために勉強したり、コミュニケーション能力を磨いて頭の回転を良くしたり、心、例えば自分がやりたいことを否定されたとしても、それを曲げない心を持ったり、友人たちと一緒に遊んで楽しんだり、部活動に励んで、そして達成感を味わったり、そして体は健康、やはり健康体ですよね。健康ではなくてはやはり人生を楽しめないというのがあるんで、本当に部活動、運動系の部活動はかなり全員に勧めます。ですので、そういったこの脳と心と体、この3つを鍛えるということを意識して、先に努力すると、今は努力して後で楽するっていう、そういう考えで、まず10代はこの3つを鍛えていく意識で生活していただければと思います。それでは今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。